佐々町。佐々町は、長崎県の北部、北松浦半島中南西部に位置する町。北松浦郡に属する。佐世保市中心部から北に、約1 5トルの場所に位置する。東西約6 5キロメートル、南北約8 0キロメートルを町域とし、東京には、ニラ岳から道町、ムタゲンに連なる山脈があり、西境の毛が原から、 国境の和潮岳島で襟山脈がなっている。また、この間には、笹谷と呼ばれる縦谷、笹川省城断層が形成され、国見山、佐世保市石原町に源流を発する延長2 1 5トルに及ぶ、県下2番目の長さの笹川が、北東から南西に貫流し、これに沿って平野が開け、濃厚地帯を成形している。また、東に木馬谷、 西西方谷があり、その水は佐佐川に合流している。なお、海岸線は極めて短いが、本町唯一の海の玄関として佐佐港がある。北松丹田地域にあり、昭和40年代までは炭鉱の町として栄えた。町域を松浦鉄道に支給終及を呼び、国道204号が通っていること、201年、平成23年9月には、 西九州自動車道サザ IC が共用を開始し、佐世保市外への交通の便が良好であることから、近年は佐世保市のベッドタウンとしての性格が強まっている。平成の大合併に伴い、隣接していた各町はすべて佐世保市へ編入する中で、佐佐町は単独調整を継続し、南西部の海岸線以外を佐世保市に囲まれる地勢となった。 年間平均気温は17度前後、平均湿度は約65%で、年間平均降水量は 1900mm 台である。蒸気のように隣接していた町村は、昭和初期から平成期にかけて全て佐世保市に編入したため、現在は海岸部以外を佐世保市に囲まれている。かつては以下の町村と隣接していた、面を行政区域とする。 佐々町では1953年、昭和28年3月まで麺の名称に、佐々、一之瀬の大技を冠していたが、同年4月に、大技の表示を廃止した。表記例、佐々町大技、笹本田原麺佐々町本田原麺佐々町大技、一之瀬一之瀬麺佐々町一之瀬麺。不動産登記における、登規簿の表題部、土地の表示に記載される、所在名称、 地名の表記方法は、下記の通り。以下、×は、大技名称、丸ア面の名称は、正字名称を表す。なお、佐々町の地盤区域は、面である。1943年、昭和18年に、政を改め、部落と称し29の部落が設置されていた。1981年、昭和56年に、現行の、 町内会に名称を変更し、2012年、平成24年4月時点で33の町内会が設置されいる。町内会の名称と面の名称は必ずしも一致するとは限らない。明治以降は最短事業が本格化する。近代技術を取り入れた炭鉱会社が次々と開け荒金し、石炭を運搬するための鉄道網が整備される。 佐世保京弁鉄道など、後の国鉄松浦線。現在の松浦鉄道に至急終戦。昭和中期にかけて、北松丹田屈指の三端地として、流星を極めるが、エネルギー革命の波に押され、町内に多数存在した炭鉱は昭和44年4月までに、すべて閉。最盛期には、約2万あった人口が1万を割る寸前まで落ち込み、町は、 急速に過疎化の一途をたどった。炭鉱閉山後は農業を主産業とし、高地整備などの土地改良事業やボタ山の宅地開発、企業誘致、福祉政策に取り組む。また、佐世保市中心部への交通アクセスが良好な地勢もあり、人口は平成10年代までに1万3000人に回復している。旧佐世保地域広域市町村県組合。 調律調律廃校になった小学校については、長崎県小学校の廃校一覧、北松浦郡を参照。調律調律私立職業能力開発校。最寄り空港は、長崎空港。2007年10月1日より新設のサザバスセンターから直通する特急バス、西越バス運行が新たに運行されるようになった。中心駅は、 佐々駅、この他町内には、新猿駅及びかつての国鉄薄野浦線、四対戸とい駅が存在したが、松浦線の改め期により1945年に、新猿駅は、佐世保市畑中面、現在の光町に移転し、四対戸とい駅は廃止された。また、薄野浦線は、炭鉱閉山の影響で赤字83線に、選定され、 1971年に廃線となった。すべて西越自動車、西越バスが運行している、佐世保号は、西日本鉄道、長崎佐世保間は、長崎県交通局と共同運行。明治期から昭和中期にかけて、石炭産業で繁栄を極めた時代は、大手企業から個人経営まで、多数の炭鉱関連企業が存在した。 佐々町内で創業していた著名な企業として、日鉄工業、三菱工業、住友工業、日満工業、日筆工,工業、日産化学工業がある。郷土市等によれば、町内に存在した炭鉱として、以下の炭鉱名が見える。石炭産業の水防後は農業を主産業とし、温順な自然条件を活かして、平野部や中産間地では、水稲栽培、 イチゴ等の栽培が行われている。また、炭鉱閉山や下水道関連設備の整備による、サザ川の水質回復もあり、早春の白棒漁や毎年6月1日に解禁される鮎釣りは、サザ町の風物詩の一つとなっている。ナフコサザ店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。